皆さんこんこにちは多摩大学経営情報学学部教授の尋でございます多摩大 TSUDIO インターネット放送局企画番組、まあ、番組名は多摩地域から見た江戸時代もう今回第8回目になるんですけども江戸時代大名たちの相続事情ということで第2回目でございます今日はあの寿島藩宗家の相続問題ということなんですけどもこの企画意図というのは江戸時代の大名家の一大事である相続について 今回は、島藩総家の場合を取り上げて、まあ、驚きの身代わり相続に江戸幕府の対応とか諸々を含めて、その真実に迫りたいと思います。今日お相手するのは、多摩大学名誉教授、大森栄子先生でございます。大森先生、よろしくお願いします。よろしくお願いします。 はい、前回の第1回目を終えて、ですね今回からですね具体的な事例ということになるんですけれど第1あの今度、その第1回目の事例としては、対馬藩になるんですけども、はい、まそのあたり、じゃあ、では、前回のことをちょっとだけ振り返りながら、いきたいと思っております、えー、前回はその江戸時代の大名家の相続の原則、えー、幕府がどのようなことをあの原則にしていたのかということについてお話をしたかと思います。 で相続原則そのものとしては直系の男子へ受け継いでいくつまり、えー、父から子へ子から孫へというその直系で受け継いでいくというのは基本になっていたと思いますが、えー、ただ我々が想像する以上にさまざまな要件によって、えー、大名家を維持していくことはそう簡単ではなかったというお話をさせていただいたかと思います。 ただあの江戸幕府は養子ということをかなりあの柔軟な形で認めておりますのでその意味では養子継承養子によって継承していくということが大名家がずっと続いてきたその存続の鍵になっていたということが言えるのではないかと思います最も,も相続をめぐっては幕府は、えー、ある制約をかけております、えー、大きな制約が2つあって1つが大名当主が 17歳以上になっていること、あるいはそれに合わせて将軍にお目見えを済ませていること、この2つが養子を取ることを認めるための条件だと言ってもよいかと思います。まあこの2つを覚えるべきですね。はい、17歳、将軍へのお目見えということですね。はい <laughs> はい、でこの2つが実現しない場合には、本来は。 お取り潰しということが原則であったというふうにお考えいただいていいのかと思いますまあ大事なルールであるんだと、はいはい、<laughs> ではそれがあの、えー、そうは言っても投手、えー、が17歳になる前に亡くなってしまったあるいは将軍にお目見えできなかったという場合に即取り潰しになるのかどうかといったような事例を、えー、これから少し見ていきたいと思うんですが今回はその、えー、津島藩総家の場合これを考えてみたいなと思っております で江戸時代におけるその対馬藩の位置づけということになりますがもともと対馬藩というのは地理的な状況から考えていただきましても朝鮮半島ににに非常に近いところに位置しておりますもうあの対馬半島の北の方から釜山までは本当に目と鼻の先になると言ってもいいくらいだろうと思います。ですから あの中世以来ずっとですねその対馬の,の宗家というのは。 朝鮮貿易、あるいは朝鮮外交を担ってきた家、密接に朝鮮半島と結びついていた家だったというふうに言ってよいかと思いまますああの、まあ、寿島といえば、大概の日本知ってるとは思うんですけども、うん、改めて見ると、ですねむしろ朝鮮半島の方が近いんですね、そうなんです <laughs> それぐらい近いんだと、そういう知的な関係、もう一回確認したいと存じます。はい、はい でしかもですねあの一応10万石獲というふうに言われているところあのその獲を与えられておりますけれども対馬、えー、行,行ってみた方はもうお分かりだと思うんですが非常に山勝ちなところですしたがって農業生産にはあまり期待できない地域であってなあそこで10万石獲。 というのは疑問に思われる方も多いかと思いますが、まあ十万国ってかなり大半の方に入るんですよ。です中堅の藩であると、はい、あのまあ大体あの歴史を知ってる方は十万国の位置づけて分かると思うんですけど、はい、十万国というのは結構中堅の大名であるんだと理解でよろしいですか、ね。そうですね。 あのそれからすると、なんでこんな島で10万石なのかということになるかと思いますが,いこ,がこれ見たら、1万石いかないんじゃないですか、実は多分そうですねあの、えー、九州の方に少し領地をもらって、やっと1万石といって。 そこで1万だくらいの収実収入があります、ね、かなりかなりの待遇だったとこういうアスリートを受けたというのはう、ね、まず確認しなきゃいけないところでございますね。まさにその外交と貿易を担っていてその貿易の収入の方であのこの格式が与えられてきた、うん、逆に言うとその外交と貿易を担う立場であったからこそそれだけの格式が与えられていたということになるかと思います。 まあ、ちなみにこの対馬藩という名前も勉強したんですけれども大体、はい、いい5万石以下だあたりは大体たい区明治維新の家族例で、えー、家族扱われるときには5万石以下は四尺、はい、それ以上10万石ぐらいだと伯爵になるんですけど、はい、やっぱり伯爵に劣スられてるんですよね。<laughs> それがまあ,あの えっと守護大名から戦国大名戦国大名からその近世の大名までにこうずっと続いたのは珍しい、うん、そういう藩でもあるかなとは思いましたあそうですね、まああのえー、家が続いていくこと自体はそのあの、えー、江戸時代ずっと続いてきたというとこはありますけれども中世以来というのは非常に珍しいだろうなとそういう、まあ、あの特徴がある藩であるんだということです。はい、はいはい であの外交を担っていた外交と貿易を担っていたというあの理由もあると思いますがその大名相続という問題においてもかなりあの変則的な扱いを認められてきている家だったと言ってよいかと思います。例えば、えー、先ほど言いましたように本来の継承の在り方というのは父から子へ子から孫へというその流れで行くのが基本なんですがあの時々ですねあまだのまだ 息子が幼年なので若すぎるので、えー、朝鮮の御用が務められないしたがって弟への継承を認める、えー、兄弟間の,あの、えー、形で継承がなされている例が少なくありませんです,ですからそれがやはりある意味では朝鮮御用を担っていることの表れだろうと思いますでまた今日あの対象とする人物に関してはやはりあの朝鮮との対応の関係で えー、国元で後を継ぐことが認められています。で元々ですね、これ相続手続きというのは江戸で行われるべきものです。したがって国元にいたとしても江戸へ出て行ってそこで初めて将軍からあの応接を受けて当主になれるというそういう手続きが踏まれるべきものだったんです。うん、ところが、えー、この、えー、今回取り上げる人物に関しては在国で 当主になることが認められなおかつ、しばらくの間、えー、国元にいることが認められているんですね、ですからその意味では、大変、えー、特例を許された家だったというふうに見てもいいかと思いますなかなか数少ないということですね。これに関しては本当に少ないだろうと思います。のであったとこの小さいと、はいハンがはい ただ逆に言うとそのことが非常にネックになってしまうんですね相続上は。なるほど、はい、その辺りの物語というのをこれから聞けるということで,、ねはい <laughs> はい、ではあの、えー、この対馬藩の,あの、えー、今日問題とする人物に関して、えー、考えてみたいと思うのですが、えー、問題とする人物は総三郎という人物ですあの実名「吉勝」と読むんですが。吉と読むんですね、はいこうと 勝つと読むんですね、はい、でこれあの公的な履歴ではどうなっているのかということを確認しておきたいと思いますが公的な履歴というのは幕府が編纂した「官政徴収所下布」という記録がありますのでそこで見ていきますと、まあ、明和6年に生まれてそしてあの、えー、安永7年1778年に 医,あの医療を継承して当主になったというのが出てまいりますでその後朝鮮に関するもの等々の、えー、記録があるんですが今回問題としている天明5年1785年に関しては、えー、公的な記録には何も残っていないんですね。残っていないなんですああ つまりここのところ、伊三郎の身に何かがあったかどうかということに関しては、公的な記録からは確認することができないということになりますえっとこの年代、ちょっとその話、ストーリーに入る前にです、ね、はい、このざっと見るとです、ね、やっぱり1779年、朝鮮御用に関連して、金三千両対陽、金五千両対陽。はいはい ということなんですけれども、はい、ここでもやっぱりそのある程度その藩の置かれたり位置というのが少しわかりますよね。そ,そうですね。の,、はい、の交渉に対して幕府より恩賞を受けたという。はい、この辺りでも十分あの、この藩の立場がわかるという,う。そうですね。はい。あの菅政聴取所寡婦という記録自体がまさにその藩、うん、と幕府との関係を主として扱っているものですから。うん、当然それがメインになってくるのは、その通りなんですが、しかしあの一番。 あの大事な問題であるはずの党首の交代の問題は落ちているということになります、うん、じゃあそれが一体どういうことなのかというのを確認してみたいなと思います、はい、では次にです、ね、これが公的な記録なんですが総計に残されたものというのを記録の方からこの天命五年の状況をたどってみたいと思います こちらの方の方要宗家に残された記録から見ますと当主の宗伊三郎は明和8年1771年に生まれております。でこれ、幕府に届け出が出されたのはあの7年後ということになりますが、上部届という形で、ここで初めて幕府に正式に届け出がなされます。うん、ただしその時にあに2歳ほど水増しをしまして、9歳というふうにあの届けております。 ですから幕府としてはこれはもう9歳として扱うということになります。うん、であのそういう形であの届け出をしたんですが翌年あの父親が亡くなって伊三郎が家督を継承し当主となるということになります。うんうん、で先ほど申し上げましたようにこの伊三郎に関しては、えー、在国で、まあ、朝鮮との関係があるので、えー、まだしばらくの間対馬にいさせてほしいという。 出願をしなおかつもう少し成長するまで出布の猶予をしてほしいというその特例を申し出ていますですから伊三郎は対馬で生まれてずっと対馬にいるというそういう状況であったわけです、ね、それが天明5年1785年になった時にこの伊三郎が重病になり急死、えー、してしまうという問題が起きますで実年齢は15歳なんですが まあ、あの先ほど 2, 2歳水増ししたのが功を奏しまして十七歳届出年齢としては17歳になっていたということになりますでここで問題となるのは当然後継の問題なんですが当主伊三郎はあの先ほどの2つのお、えー、条件のうち17歳の条件が満たされていますと同時にもう1人あの弟がおりまして 幕府へもうすでに届け出済みの弟富士という弟がいるんですがこれが存在していますしたがって津島、えー、の国元ではまあこれは相続,相続上問題はなかろうという判断をしてしまうんですね、うん、でも何か足りませんよねそうだったんです。間抜けなな話になっちゃうんですね、はい でやはりあのずっとあの国元にいることが認められている、あるいは17歳は無事に超えているといったあたりで、えー、国元の過労にとってはそれ、アメミエということが、えー、少しあの軽,いあの軽んじてしまったというと言い過ぎだと思うんですが、それほど重大な問題だと思い至らなかった側面があるのかと思います。 でこの伊三郎があの在国集法それから出府猶予というその2つの条件が認められたことで結局江戸へ出ていませんしたがって将軍へはお目見えをしていなかったということですから非相続者としては結核なんです資格を欠いているということですから本来ならば相続は認められません。 ーーをしたということですかね<笑><笑>まあそこのところはもう少しうまくやる手はあったんだろうなとは思うんですが、うん、将軍へのの目見えなし、はい、というのが問題になった、はいはい、ただまあこれはあの、えー、どういうふうにこれから先対応していくかにかかってくることだろうと思いますが江戸の家老はやっぱりこそのずっと江戸にいる人物ですから、うん、あのこういう問題であの、えー、お目見えしておいないというのは重大事だということに気が付くんですね。 ですからお家の大変な危機だという認識を江戸家老の方は持ちますああですあの直ちに幕府の役人に対してあの後継問題を内断しに行くんですね、うん、内々にと言ってももう死んだとは言いませんあの、えー、重病になってちょっと病気をしているので後継ぎのことに関して少し相談をしたいといったような形で、うんえー、相談を始めるわけですね、うん、ただ幕府側としても いかに特例,と特例を今まで認めてきたかとはいえやはり相続は大きいですしたがって当主、えー、本人の,意思,確認のために意思を確認するためには対馬に幕,あの幕府役人を派遣して伊三郎の意思を確認した上でなければ後継者は決められないだろうといったような判断を示しますでそれならばやはりあの、えー、もう国元では あの亡くなったということを公表しちゃったんですけれどもそれを取り消さなければいけないという問題に至るわけですね,ですね、えー、対馬とそれから江戸までっていうのは、えー、早くても半月、えー、場合によっては一月近くかかることがありますからそれこそあの天候次第では船が行かないわけですから、ね、あのそういうタイムラグがあるわけですよね、はい、ですから江戸がでびっくりしてる間にもうあの死亡が公表されてしまったと。 いう事態になりますから、あのまさに相続問題をめぐっては、江戸と国元の間では大混乱をきたすことになってしまいます。うん、ただですね、あの対馬の方で、あの一生懸命そのあの死去の取り消しをし、あのひょっとしたら幕府役人を迎えなければいけないというあの準備を始めていた頃、江戸においてはまた幕府の方で。 えー、示唆をバックの方かららが与えられます何て言ってきたのかと言いますと、まあ、あの現代語に訳してしまうと当主の病気が回復すれば何の問題もないことですねというそういうような、えー、ことを言い含められるんですね。そこをどう解釈するかということなんですが、まあり得に言ってしまえば身代わりを立てて弟を あの身代わりにしてしてまえばそれで問題はないだろううとということになるわけですね幕府役人も送らなくて済むそれからえ面倒な相続手続きも取らなくて済む。ということであのただ対馬としてはえあの死亡を公表してますからえそ,んなそういうのはいろんな噂で入ってきてえ何かと問題になるのではないかということまで懸念しているんですが幕府側では。 正式な届出がなければそれはなかったことだというそういう対応をしてくることになります。その辺のやり取りはあの非常にあの具体的なやり取りが確認できる資料がありまして、何ともその政治の裏側といったらいいでしょうかね。興味深いものがあるところかもしれません。 やっぱりあの先生も研究の中でこういうのを文章をいっぱい読んだということで今こういう話ができると思うんですけどもやっぱり幕府の役人としてはやっぱり潰したくないというのが大前提でかといってルール破りもしたくないとそこらどういうふうに落としどころを探ろうかというのであのコーチングあるいはサジェッションをしたというそういういい理解ででよろしいんですか、はい、おそらくそういうことでいいだろうと思います。でもちろんその 宗家家は特殊な家だからととというここで残すことも可能だったとは思うんですねからそういう形を取った方がいいのかそれとももう内々に弟と兄を入れ替えることによって表向き何もなかった形にしてしまうのかという時に宗家に対しては幕府はそういうこういう指示をしたのであろうというふうに考えていいのかと思います。 まあ、ある意味宗家としてはありがたいサジェッションですよね。そうです、ね、はじゃあ実際にどうするのかということになりますが次が具体的にあの幕府からのそういうサジェッションを受けた、えー、総けではどうするのかということになりますがそこから先具体的な、えー、対応策をあの取っていくことになりますがまずは伊三郎の式を隠さなければいけないわけですよね。 あの死亡を公表したわけですけれど、まあ、これをあちこちでに対しては、あの必要なところに関しては取り消しをしていかなければならないという、はい、なんか非常に不思議な行動を取ることになります、えー、でまた朝鮮に対しても、重病に陥って死亡したというあのふうに噂が言ってるかもしれませんが、蘇生しましたというような形で対応しております。な、はい、なんか筋せるのに大変な <laughs> そうですねかなりあの、えー、苦労した形はあるのかなと思いますがおそらくそういうことを受けなければならない各所、うんうん、関係各所も大体いい状況は察しているんですね。<ー>すそんなの分かっていいるよというぐらいは、まあ、あの分かっていますけどそれを言わないといったような対応だったのではないかと思います。 そそれこそあの朝鮮側からすればそれこそあの国際問題にまで発展し,してしまう部分もありえますからですからあのやはりその辺はあの穏便に済ませたとというところなのかなと思いますまあこの辺はあのいろんな方が研究されている部分でもありますしなかなか面白いところなんですがあの先ほど幕府からサジェストンを受けた通りに伊三郎の身代わりとして弟の弟を繰り上げていきます。で でもその弟ももうすでに届けてありますからさらに下の弟をもう繰り上げていくといったような形で亡くなったのは一番下の弟だったといったような辻褄合わせをしていくことになります。弟が死んだと。はい、はあ、で伊三郎の死去これを取り消すのと同時に、えー、幕に対しては奇跡的な回復をしていったんだという形に取り繕わなければいけないわけです。ですから あの死亡届ではなくて、10秒あの非常に重い病気にかかってしまいましたというような届け出をまず出して、それからあの、えー、危機的な状況を、しばらくしてから危機的な状況を出して、どうやら解放に向かいつつありますという届けを出します、それからさらに、だいぶ良くなりましたけど、まだ全開に至っていませんという届け出を出しじあの、年末になってから、 よううやく全開しましまたという段階的な届出これも非常に江戸時代的だなとは思うんですがあの段階的なあの形であの奇跡的な病気回復がなったんだという届け出をすることになりますですから伊三郎から弟の富士に変わったということに関してはこれはあくまでも非公式なんですね。 だからこそ先ほどの「完成徴収書」「花粉」には何にも記事は出てこないわけです。ただ対馬の方ではあの入れ替えをしてしまったということこれはあの記録として残っておりますしその部分で幕府側からの助言があったということも記録にとどめています。でですからあのその意味では えー、大変具体的な事例のわかる具体的な手続きの分かる事例というふうに言ってよいのかなと思います。うん、ですからこの天命5年を境としてそれまでは兄の伊三郎の履歴だったんですが、うん、そこであのそこから先は弟が今度はその名前と履歴を引き継ぎながら次の履歴を作っていくということになるんだと思います。うん で公的資料からは結局あのイサブロウの死亡に関する記録というのは公的資料からは痕跡が抹消されてしまう。ただまあ葬家の内部資料としてはあのかなりあの豊富な形で <laughs> 残されていったと,いうことそ残そわけなんですね。残していますね。廃棄、うん、せずに。はい、はい、やはりその家の問題としてまた一つには洗礼のあり方として<ー>、えー、残していく意味があったのではないかなと思います。 ですからその記録のところにはあのタイトルの方にも明確にあの検問の方からつまり幕府の方から指示を受けたんだということも書いてあるんですね。あちゃんととした証拠ももいいざという時もありますしねですからあのその意味ではあの宗家の記録というのは家の内側の記録としてまたあの表へ出ない記録として大変重要なのかなと思っております。 であの兄と入れ替わった弟の方は今度は寛政2年のところであの将軍にやようやくお目見えを果たすということになります。ですからおめい。あの入れ替えをした段階ではまだお目見えは済んでいないわけですから入れ替わったところで今度はあの兄としてになりますけれどもあの将軍へのお目見えを果たすということになります。 ですから宗家に関して、こういうあの天明5年という段階のところで、宗家,家において身代わりがなされたということは、明らかなところであろうかと思いますかなり柔軟な対応、特殊な例かなとも思うんですけどもね、はい、だけども、どうなんでしょうか。そうですねあの 実を言いますとこの宗家にその身代わりをあの示唆した段階でやはりあのこういう例は他にもあるんだということを匂わせています幕府の方でも匂わせているんですねですからその意味では決してあの朝鮮御用を担う特殊な場合だったから残したというだけではないと思いますね。はい ですから、あのえー、本来、お目見え前ですから、原則にしてが従えば、お家断絶となってしまうのが本、あの本来のあり方だったと思いますが、うん、幕府の方は身代わりを示唆したのみならず、こ,れはこの問題に関しては、まさに黙認して、あえて問題としなかったということになろうかと思います。うんうん、言ってみれば、幕府の公的な資料からで,かで,からでは、確認できない代替わりというのは、 この例でも分かりますように存在していたということになるかと思います。で、他の大名の場合、それこそあの朝鮮御用といったような大きな役を担っていない家の場合はだったら、幕府はどう対応したのかというのが素朴な疑問になっちゃいますよね。はい、それがまさにあの次の課題になるのかなと思います。あのお目見えができなかった場合、あるいは 17歳未満で当主が亡くなってしまった場合幕府はどういう対応をするのかということになるんだろうと思います相続原則に従ってこれを厳密に適用すれば断絶となります、うん、でも果たしてどうだったのかということになるかと思いますということであの今回初めての事例だったんですけども、はい、かなり幕府と対馬半島のやり取りがあって。はい 政治のリアルさも十分感じ取れましたし <laughs> かといって、まあ、ルール破りその規定を破ろうとはしないというのも十分、はいはい、本音と建前というのは十分出てきている部分だろうと思いますね。興味深い話だと思います。はいはい、そうですねあのやはりこういった事例を考えてみますと、うんえー、幕府は大名家をどう位置づけようとしていたのか。 えー、というところがかなり具体的に見えてくるんではないかなというふうに考えながらこんなことを取り上げてみたのですけれども、まあ、宗家の場合はあの実を言うと、まあ、ある意味では比較的よく知られている事例つまり朝鮮御用をやっているからこそこうなったんだという理解であの考えられている部分が少なくないかなというふうに思います。はい 幕府ととしてもこの家は潰せない,というだからあの内々での身代わりも認めたというふうな、えー、扱いが多いかなとも思うんですがあの先に結論を言ってはいけないんですが、うん、他にもあるというところからを考えると大名権を幕府はどういうふうにあの考えていたのか地域権力としてどういうふうに位置づけようとしていたのかはい、はい、そんな側面が あの明らかになってくるのではないかなというふうに思います。その点では今後あの楽しみにまたあの第二回、三 <laughs> 回目、四回目の事例を聞きたいところでございます、ねはい。はい、ありがとうございます。